大家好，我是大介。大家会不会常常搞混你跟的的用法？应该知道这两个的差别吧？但是聊天的那个很快的节奏之间，讲出来的时候很容易就不小心用错。那话不多说，就来跟我一起练习吧。公園行く。公園ドッジボールをする。東京住みたい。椅子座る。椅子寝る。椅子座ったまま寝ちゃった。居酒屋働く。ベッドの上筋トレする。ベッドの横筋トレする。ベッドの横誰かいる。家ゴロゴロする。公園ご飯を食べる。公園行ってご飯を食べる。東京暮らす。テレビの前座る。テレビの前立つ。テレビの前ご飯を食べる。福岡車行く。車福岡行く。飛行機乗る。飛行機沖縄行く。飛行機乗って沖縄行く。公園に行く。公園へ行く。公園でドッジボールをする。東京に住みたい。椅子に座る。椅子で寝る。椅子に座ったまま寝ちゃった。椅子に座ったまま寝ちゃった。居酒屋で働く。ベッドの上で筋トレする。ベッドの横で筋トレする。ベッドの横に誰かいる。家でゴロゴロする。公園でご飯を食べる。公園に行ってご飯を食べる。東京で暮らす。東京に暮らす。感觉都可以。可是我个人觉得東京で暮らす比较顺利。テレビの前に座る。テレビの前に立つ。テレビの前でご飯を食べる。福岡に車で行く。福岡へ車で行く。車で福岡に行く。車で福岡へ行く。飛行機に乗る。飛行機で沖縄に行く。飛行機で沖縄へ行く。飛行機に乗って沖縄に行く。飛行機に乗って沖縄へ行く。好的，大家一个礼拜看一次来复习一下哦。那今天的影片就到这边，如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅。下次见，拜拜。
可是聊天的时候，公园行こうよ，沖縄行きたい，这样不讲助词。公园行きたい，公园に行きたい，沖縄行きたい，沖縄に行きたい。沖縄行きたい，感觉比较顺一点。很难。